はいえー、それではですね、えー、と引き戸に続いて折れ戸の設計ということで、えー、と始めていきたいと思いますはい、えー、とそれでですね折れ戸なんですけれども前回引き戸は2枚の扉でいったんですけれども今回はこの同じ扉が4枚という形で真ん中から分かれて、えー、折りたためるような形に考えてます、えー、と引き戸と同じように既存の窓枠の内側に、えー、もう一つ窓枠を作ってあげようかと思います で、打ち寸というのは、その、新しく作る窓枠の打ち寸ということになります。で、えー、と寸法は、えっ、ー、と、前回の引き戸同様を、えっ、ー、と、2倍、えっ、ー、と、違う、1倍4材と、あと、えっ、ー、と、四季かもが、えっと、20ミリの厚みということで、えっ、ー、と、同じ窓枠を作ろうかなと思います。 ではですね、これが敷居、えー、と,シキーとカモイになります。でその敷居とカモイもまた同じ構造にしてあげようかなと思います。という方が作りやすいということで、えー、と前回の説明にもあったんですけれども1 3ミ、mm、リという数字厚みを生かして、えー、と作った方がカットの回数が少なくて減るので、えー、と13という数字を生かしてまた、えー、とこのレールの部分を作っていきました。はいじゃあちょっと一度、えー、と横から見てみましょう。 はい、えー、とどういう寸法になっているかというと,、えー、とこういう形でですねまた、えー、と7枚貼り合わせてますえっ、ー、とですね7枚じゃなくてもいいんですけれどもまあ、えー、と大体さっきの,あの引き戸の幅と同じような形で作ってあげた方が2枚扉が並んでいるような時はあの見た目が統一されるかなということでそういう形で作ってます、まあ、変な話この2枚がなくてこの ここからここまでの5枚でもいいわけですね。はいなんですけれども、まあ、見栄えの問題ということで、えー、と前回の引き戸に統一してできるだけ同じ幅になるように作ってます。で順番に見ていくと,、えー、とここの一番前が 13mm13mm 13、mm、でこちらが 10mm になってます。 で、次が1 3ミリ、1 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 3ミリと、もう基本的に1 3ミリを合わせているという、ちょっとま,あまどろっこしい、なんでわざわざこんなことしないといけないのかと思うかもしれませんが、まあ、えー、とそういう作り方もあるということで、まあ、この溝を掘るっていうのが、そのトリマーという電動工具を持っている方は、えー、ともう一発で掘れると思うんですけれども、まあ、トリマーという道具がない場合に、まあ、こういう形で貼、えー、り合わせてみてはどうかと。 いうことで、えー、前回の引き戸のこの2 0ミリというものに合わせて作った結果が、えー、とこういう形の寸法になりました。はい。で引き戸と同じように2 0ミリの高さですね。でここに彫り込みが、えー、13mm、えー、の板をここに持ってきてますので残りのここの寸法が7ミリですね。でこの部分に何かこう扉に突起物をつけてここの部分をスライド。 して折れ曲がるような形にしたいなというふうに考えてます。はい。でそこでえっ、ー、と出てくるのがまあえっ、ー、とよく一般的にえっ、ー、とレールの上を滑るその折れ道に使う金具でえっ、ー、と案内ランナーというものがよくあります。 でその案内ランナー、いろんなホームセンターにある場合もあるんですけれども、まあ、私、手ごろな、えー、とホームセンター、近くのホームセンターでですね探したら、えー、とそこにはなかったので、じゃあ,、まあ、より一般の人にも作れるようにということで、えー、と PC 回転ピンというものを、えー、とですねちょっと利用して、えー、やってみようかなと思います。まあ、変な話、皆さんがよくあのご存知のダボというあの木の丸棒とかでも全然問題ないとは思うんですけれども、 まあ、木と木が擦れるということは、なかなか、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、滑りづらかったりとか、そういうことがあると思います。なので、今回は、まあ、ちょっとその PC 回転ピンというものを使って、えっ、ー、と、やってみようかなというふうに検討してます。えっ、ー、と、前回のその引き戸に関して、まあ、いろいろ、えっ、ー、と、細かく説明したので、まあ、それに則っ,ってやっていくような形になります。えっ、ー、と、例にたがわず、えっ、ー、と、この折れ戸のバージョンも、えっ、ー、とですね、この敷居カモイの、えー、上に、この敷いの上に、 側板の2倍方材が乗ってきて、で、その上にまたこの同じものが被さるというような形で窓枠を作っていくようにします。その説明は前回の、えー、と引き戸の図面、えー、説明をご参考ください。で、えっ、ー、とですね、寸法が、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、窓枠の内寸が 1164だったものに対し、この窓の高さが1160ですね。で、型や、えっ、ー、と、この横幅というのが、えっ、ー、と、1690の内乗りに対して16、1682-8ミリしてあります。というのは、まあ、長板とか、えー、とを使いますので、その長板。 などの厚みで、まあ、もしちょっとその何と言うんでしょういろいろあった場合に閉、えー、まらなくなる可能性があります。ということで、まあ、できるだけ気密性を高めたいんですけれどもその後まあえっ、ー、と金などがない場合はサンドペーパーで削るとかそういう手段しかないと思います。その作業がすごい大変なのでまあピタッと作ろうと思わずに少しまあ隙間ができたら後でまあそこを、えー、と埋める何かしらのカバーをする。 というような形で考えていただいた方がいいかと思います。ということで、えー、と全体からマイナス8ミリしてあります。まあ、言ったら、4枚の扉のうち、えー、と左右にも1ミリずつクリアランスを設けているような感じですね。はい。で、えー、片や、こちらの高さ方向ですね、が、えー、1165に対して1160というふうにしてあるのは、 5ミリマイナスしてあるんですがこれもまあそのもし何かあった時に取り外したいという時があると思いますなのでそういった時にその PC 回転ピンこちらバネがついてますのでグッと上に押し込んで、えー、そのか、えー、と取るということができるように一応5ミリ逃げてあるというような形になりますねで実際にはその5ミリで、えー、とは不十分かもしれません なんですが、ちょっとその辺は作りながら調整ということで、えー、やっていこうと思います。まあ、通常、僕らもこういう動きがあるもの、えー、と引き出しとかいろいろですね、っていうのは、えー、と現物合わせで調整しながら、えー、とやったり進めたりすることがあるんですけれども、まあえー、となかなかもうこの寸法通り、えー、ともり、きちっとこの場合だったらもうマイナス何ミリすればいいとか、そういうのっていうのはかなりそのケースバイケースで難しいと思います。 ですので、まあ、今回、えー、とちょっとその調整を後でするということでまずはまあちょっと作ってみるということで考えてますそれではですねこちらが、えー、と扉の、えー、と1枚のものの中の3を抜いた状態のものですでまたちょっと重複するんですけどもちょっと簡単に説明するとまた、えー、とこういう形で、えー、と前後互い違いにして、えー、縦勝ち横勝ちを交差させた 2枚の13ミリの厚みの板をえっ、ー、と合わせることによって補強しています。で、えっ、ー、と今ですね、えー、こちらの縦算の幅が40ミリです。要はまあ扉が4枚並ぶので、あんまりえっ、ー、と前回引き戸は70ミリで行ったんですけれども、4枚その70ミリという数がなえっ、ー、と並ぶと合計 1>, えと1枚の扉に縦算7 0ミリが2つあるので1 4 0ミリの、えー、と柱がこう並ぶことになりますね。でそうすると、まあ、も,ものすごくこう重たく感じてしまう圧迫感を感じる最高も、えー、と要は光の入り具合というのもまたちょっと変わってくると思います。なので、えーとまあ、4枚の扉 1, 1, 1個1個。 それぞれ、えー、と力重さっていうのが分散してますので一応、まあ、4 0ミリでも耐えられるかなということでちょっと細めに設定しました、えー、とちょっとまあガラスなど入れる際は少し不安かもしれないんですけれどもちょっとこの4 0ミリでいってみようと思います見栄えの問題ですねでそれに対して、えー、この後ろです今後ろから見ているんですけれどもえっ、ー、とこれさっきあの前回の引き戸と同じように互い違いに えーとしているんですけれどもここに1 3ミリの段差をつけてます要は、えー、とそのガラスや、えー、とアクリル、えー、あとはハーモニカボードなどを入れるような時のその段差分ですねとっかかりということですはいということでこの後ろの三というのは4 0ミリから1 3ミリ引いた、えー、2 7ミリというような形になってますねはいじゃあもう一回右から見てみると前回、えー、その 引き戸の時に、えっ、ー、と、敷居かもいに、ここ、レールを、えー、するように、凸を作ったんですけれども、今回、折れ戸に関しては、それは必要ありません。えー、下も同じように、えー、フラットになっていますね。こういう形で。だから、同じ寸法、同じ外寸で作ればいいというの形になります。で、えっ、ー、と、その時に、まあ、えっ、ー、と、扉が、まあ、こう、1、2と2枚並んで、1つ、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、もう1つが、 壁側についているとしたらここの、えー、と取っ手がまあここにあるとしましょうか、えー、と一番内側の部分ですね内側の部分に取っ手があるとしてそしたらここの部分下の部分にレールをする突起物を埋め込んでやろうと思いますそれがそのさっき言った回転ピン、まあ、案内ランナーですねというものを入れてここがずっとその レールの上をスライドしてここから外れないようにしてやろうと。ではですね、えー、とこれが扉1枚のままで真ん中に3が入ったような状態になります。で、前回同様、この真ん中の3というのは 36mm に設定してあります。えっ、ー、と、まあ、前回の動画をご覧いただいたらわかるんですけれども、えー、13mm プラス 13mm プラス 10mm ということで、 こういう形の 36mm のものがあります。でまあ前回こういうふうにもっと分けてやってもいいっていうふうに言ったんですけれども、まあ、俺らの場合同じ扉が4枚並ぶことになるのでそうすると結構まあその3が多くなってうるさく感じてしまうのでだからまあ今回はこの十字の形にしようかなというふうに考えてます。はいじゃあ、えー、と同様にちょっと後ろから見てみましょう。はい えー、先ほどの説明の通りここには、えー、とこの段書き分ですね1 3ミリがあるんですけれどもここの3も、えー、さっき3 6ミリといったように1 3ミリと1 3ミリの、えー、段差をつけてやりましたでこの真ん中の棒が1 0ミリの幅ですつまり、えー、1 3 1 3、えー、1 0ミリというような形になってますねはい これをあ、えー、と後でガラスを入れたときに、そのあ、えー、と1 3ミ、mm、リの厚みで、えー、切ったもの、えー、を止めて、まあ、僕らは紐と言うんですけれども、それで、えー、とガラスを押さえてやろうというような形になります。で今回はちょっとガラスじゃなくて、オレどの方は、えーとですね、ハーモニカボードを、えー、と使おうかなというふうに 思ってますハーモニカボードもしくはまポリカーボネートって言ったりしますねはいでまあちょっとそれで、えー、とその断熱に関しての性能っていうのをちょっと,、えー、と2枚の扉で比べてみようかなというふうに考えていますはいえー、とということで、えー、とちょっと寸法あの説明になるんですけれども、えー、と4枚同じ扉が並ぶので、えー、単純に内寸から、まあ、クリアランスを引いて割る4 した数字で作ってますでまあちょっと細かい寸法っていうのはまあ割愛させてもらうんですけれども引き戸の時のようにその柱が重なる分をマイナスするだとかそういうことはないのでもう単純にえとクリアランスをきちんと見て割る4という形でえと作っていったらいいかなというふうに思います。えっ、ー、とオレドですね4枚の扉になりますよというところです。 でえー、と計算方法っていうのは、まあえー、とクレアランスをきちんとマイナスして、えー、とで割るようにした数字になりますよというところがポイントでお伝えしました。で、えー、とちょっとまあこの図面では、えー、とちょっと面倒なのでその金具などは特に、えー、と図面としては起こしてません。なんですけれどもこの後まあちょっと動画で、えー、といざ制作するときに、えー、その金具を取り付けるポイント1だったり どういう金具を使ったらいいかという考え方までその動画で実物でご覧いただこうかと思いますので今回のオレどの説明は寸法もちょっと若干割愛させていただきましたがそのような考え方で問題ないということでお分かりいただけたらと思いますサイズに関しての図面なども後々ちょっと今すぐっていうのはちょっと厳しいんですけれどもまたリンクの方を貼っておきますので えっとそちらもまたご参考いただければと思います。はい、すいません。では今日はもうごち、えー、今日もどうもご視聴ご,ご視聴ありがとうございました。